おはようございます、神山さん。おはよう、クラリス。おはようございます、神山さん。よう、おはよう、隊長さん。今日も頑張ろうぜ。ああ、おはよう、さくら、あつほ。それじゃ、神山くん、今日もよろしくね。はっ。おはよう、キャプテン。おはよう、アナスタシア。そういえば、アザミを見ていないな。タイミングできよったな。新しいのが入ってるで。お、さすが神山さんや。そいつは新商品やで。ええもんやろ。それでええか。毎度あり。またよろしく頼むで。はい。
あ、少しよろしいですか？
私の歌を聴いて、夏を彩る妖精のこの歌を。さくら、演技を止めて。いい？よく見てて。草よ、風よ、光よ、夏を紡ぐ者たちよ、私の歌を聴いて、夏を彩る妖精のこの歌を。さくら、今演じた通りにやってみて。わかりました。でも、もっと演技に感情を込めた方が良くないですか？それじゃあ感情を込めすぎなの。こう言ったらわかるかしら。あなたが剣を振るう時のことを思い出して。常に力むのではなく、切る瞬間に力を爆発させるでしょ。演技もそれと同じ。ただ漫然と感情を込めてもダメ。ここぞという一番の見せ場では感情を爆発させるのよ。剣と同じ、そういうことなんだ。わかりました。やってみます。草よ、風よ、光よ、夏を彩る者たちよ、私の歌を聴いて、夏を彩る妖精のこの歌を。あのダメでしたか？いえ、悪くはないわね。いいんじゃないかしら。旧大典よ。本当ですか？ありがとうございます。アナスタシアさんのご指導のおかげです。私の指導？違うわ、あなたの実力よ。たった一度の指導でここまで変わるなんて。あの、アナスタシアさん？今のは演技の初歩の初歩できて当然。これぐらいで安心されたら困るわよ。分かっています。ご指導ありがとうございました。練習の成果を聞くつもりだったけど、あの様子だと聞くまでもなさそうだ。アナスタシアの指導のおかげでサクラの実力が開花し始めたのかもしれないな。
あなたはプレジデント G と一緒にいた。ミスター愛と呼びたまえ。帝国歌劇団花組隊長神山清十郎。はあ、そのミスター愛さんが何の用ですか。プレジデント G の使いで来たのだよ。ある人物の身柄を拘束する任務を受けてね。身柄を拘束って一体誰を。望月あざみだ。あざみを。なぜ、どうしてなんですか。これを見ろ。これはあざみ。この仮面の男は誰だ。わからないのか。いや、分かっていてとぼけているのかな。どういうことですか。歌劇団大戦の開幕式を襲った硬派夜叉は特徴的な仮面を身につけていた。時を同じくして発見されたこの奇妙な仮面の男、無関係だと思うか。それはつまりその不審な男と密会を続ける望月あざみは硬派のスパイと考えられるのだよ。そんなことは絶対にありません。アザミは俺たちの仲間です。すぐにでも拘束したいところだが、まあいい、まだ調査の途中だ。それでは私はミズ S のところへ行くよ。また会おう。アザミがコーマと会ってる。そんなバカな。Thank you.